今回はナンバー9ということで、15世紀の海域アジアですね。彩った3人の国王を作って、まあ実際は小太宮を挙げてるんですけども、私は小太宮の絵がないので、長円に特、えー、別出演いただきましたと。えと、ー、で、ご飯の尊天皇像。これは大王子の、えー、あれですね。朝鮮の第7代国王である。あの、日本の10代102代天皇、ご飯の尊天皇、それから朝鮮王朝の第5代かな。 の成城、えー、そして第二升子第一初代の、えー、松園。この三人って実は年齢があんまり変わらないんですね。ほぼ変わらない。材質は年代全然違いますが、年齢はほぼ同じで。で、この三人、および小耐久の、えー、共通点というのは、本来国王にならない。 冒険に生まれながら、荘屋も別格ですけども、小太宮もそうですが、本来国王にならない、そういう血筋に生まれながら国王になったということで、国王になった事情とか全然違いますから、この 3, この3人というか、この辺を一緒くたにするのは正しくないんですが、ただ、何らかの、要するにこの時代、特有のものがあったんだろうというふうにまあ考えてみています。今回は 第8章、ごはんの天皇の時代の、えー、海域アジアというあたりになります。先ほどのあれですけども、生まれた年、年を横軸,軸にして、財政を縦軸の黒い線で、であの国王への在位期間を赤で、で、対後の上皇時代を紫で、あのそれぞれやってます。そうやって見て見いきますと ご花なの天皇はやっぱり圧倒的に若くして、やっぱり王位についているというのがあります。で、聖女。実は没年は聖女の方が早いんですね。結構早死にしているんですね。ご花なのより3年早く死んでいると。で、聖園はこんな感じになりあの、もうご花なの最晩年に、まあ、在位しているということです。ご花なの死後ほどなく聖、えー、園も死んでいる。で、小大器は圧倒的に早く死んでいると。ただ、生まれがね、 えー、小太久と小円が1115年で、えー、聖女が1117年、小花図は1119年と、それぞれ2年刻みで、えー、生誕してますから、ほぼ同時大臣であると言っていいでしょう。顔が残ってますが、いずれ劣らぬ癖者、えー、揃いの人間たちですが、聖女が一番なんかまともそうな顔をしてるなと個人的には思いますね。聖女が一番なんかこう穏やかそうな顔してるのがて一番えぐ、ーえー、い子だったのはこの聖女です。えー、逆に小花図のはかなり どちらの顔を撮るのかというので、えー、私はずっとこの顔で、ランセンというのもこの顔で、この顔でずっと話を作ってきたのに、いきなりこちらご飯の寸んですと言われて、今まで源頼朝はあの顔で作ってきたのに、こっちか、言われた、神戸寺の頼朝・忠義像だというのに抵抗している人の気持ちがものすごくよく分かってしまうて。 ああ、そうか。あの、頼朝の、頼朝ファンの人らも、頼朝、あの顔で、神護寺のあの顔で作ってきて、いきなり甲斐善光寺のあちらの顔出されたら、それは、頼朝にそこまで思い入れない俺としては別にどっちでもいいやと思うんですけども、それはちょっと、えー、まあ、ショッキングだろうなというぐらいには、このご花園などの顔は、私にとっては、ええー、という感じになってますね。ええー。まあ、どちらにしても、癖の強さな顔ではあるんですが。 正層、正掃,え清掃それが荘園、小体級の画像はありませんので、えーまあ、この、えー、グレーにでまず、ご花なの場合は、このスコからこちらに行って、こう4代続いて、後にここが断絶したためにこちらに移動するという、あのこちらのあれでも言っても分かりませんに、僅か、まあ、年齢で言ったら9歳で、えー、実際には8歳ですね。あの 1919年の 6, 6月に生まれて、1928年の、えー、あ8月に、えー、あの王位についてるから、一応9歳か。万年でたら9歳になったばかりの、まあ、現在小学校年生の段階で、えー、あの王位についてます。だから、ごはなずの他の人間とは根本的に違う、転がり込んできた王位であるというのが特徴ですね。ご花図の場合は。まあ、小体級も結構本当は転がり込んできたっぽいですけどね。 清祖と、それから荘園はねじ取りに行ったと、もぎ取りに行ったという感じですね。清祖はここですね。七代か。大祖、低祖、大祖、世女、清祖、清祖のえ次男にあたりますね。自分の老いを殺害して、老いに残ってます。それから、えー、小太宮さんはこうですね。えー、ここにいます。昭和市の、えー、五男にあたります。 いろいろとここで断絶したためにこちらに移ってこことここがバトルして両方とも死んだために転がり王位は転がり込んでくると、えー、いうふうになります。で、この聖徳皇の時に第一少子は滅びて第二少子になります。えー、聖宴ですね、これが。うん、この聖宴と小太球と、それからこの聖祖と、それから御花園というのは、えー、ほぼ同年代であると。王位についた事情は全く別だけども、 暴急、防流から大いにのし上がったというのは何があったのかというとですね、この時代が海域アジアにおける危機の時代であったということが言えると。モンゴル帝国によって13世紀世界システムが完成しますが、その世界13世紀の世界システム、この世界システムとはもともとはイマニエル・ウォーラーステインが、まあ,あの、西洋の あの資本主義的な西洋の話を説明するために作られたものなんですけども、まあ、あのジェネッタ・ブールゴド、私はこのジェネッタ・ブールゴドの本をベースにしてますが、アンドリー・グンター・フランクとかもう、アジアにもう一つの世界システムがあったと。モンゴル帝国の研究者で結構、あのこの13世紀的世界システム、モンゴルウルスによって、まあ、あのアフロユーラシアレベルの、えー、世界が出来上がってきたと。 という話であって、まあ、いわゆる旧大陸ですね、アフロユーラシアレベルのえ世界システムができるという形で議論したなで。それは14世紀の危機で崩壊するわけですね。何が起こったかというと、まず気候変動、寒冷化ですね、あれ疫病などによる、えー、疫病、気候変動、疫病などによる地球規模での生産力収縮が起きたのが14世紀でて、これ14世紀の危機と。日本でも実はこれ例外ではなく、既得権の奪い合いが起こるわけですね。 要するに、まあ、消炎特に荘園体制というのは温暖化の右肩上がりの,、えー、あの生産力、それを前提にして作られたシステムであるために、えー、生産力収縮が起きますと、まあ、あの既得権をめぐってあら争うわけで、ね、す、まあこれが荘園制の崩壊といいますか荘園制の危機だけであって天皇家の領土を設立つつも結局荘園制の動揺とかと関係あるでしょうし大家領をめぐっての 争いですねそれが結局南北朝内内来になって、えーまあ、鎌倉幕府の滅亡でモンゴルでもこの生産力収縮によって元が崩壊して北元になって民が新たに起こってくると。でこの既得権をどのようにして,って折り合つけていくのかというのがまあ民それから高麗も滅亡して朝鮮 そしてあの南北朝内乱によって、まあ、日本の場合は王朝の断絶は避けられたものの、王朝は大きな打撃を受けると。ご黄金高等のもと、なんとか残るんですけども、あの権威は大きく傷ついてしまっていてあの、後部統一政権という形で生き残りを図るということになるわけですね。そういう中で、行き詰まったゆえに、えー、さらにそれがあのそこからの、えー、回復過程の中で、その王家も。 ぐだぐだになっていく、これがあるんじゃないかなと思ってます。朝鮮王朝の場合を見ていきますと、ケウジョン南、キウウ西南による清祖、えー、の、えー、実験掌枠と、清祖は清祖第四の次男でてごは内のぞりに在年長と先ほど言った通りです。 で清宗というのはハングルの制定や王道政治、儒学を中心とした王道政治ですね。その一方で仏教弾圧という強権的な面も見せていますで。このハングルの制定ということによって、現在でも韓国においては非常にまあ信頼されているというか、尊敬されている国王であって、韓国海軍初のイージス艦はセジョン・デワンというお名前になっています。それから南極基地はセジョン基地というのがあって、この清宗というのはあのセジョン。 というのはものすごく、えー、国民の信頼を集めているということが言われています。で、世ンの、えー、後を継いだのが、世ンの嫡男の、えー、ムンジョン、文宗ですが、彼が在2年、えー、去年38で死んだことで、11歳の丹ン丹宗、えー、が、えー、継承します。それが1452年。丹宗が、まあ、室町政権もしくはあの、えー、日本の天皇家に生まれたら、ちゃんと貢献がついて、 ちゃんと面倒見てもらえて、まあ、人生を全うできたとは思うんですがあの朝鮮王朝ではなかなかそうはいかないいや朝鮮王朝でもおじいさんたちがみんなものすごくいい人ばっかりだったらあのそのおじいさんがちゃんとあのクムソンテ軍とかアンピョンテ軍のようにちゃんとこの11歳のおいを盛り立てていこうという善人ばっかりだったらまあ,あのこのタンソ相さんも スキャーハクの人生遅れたんだろうけども、ごはなずのようになれたかもしれませんが、えー、残念ながら、スヤンテ軍という、えーまあ、ものすごく癖の強いというか、えー、悪いやつがおったために、えー、炭素はひどい目に遭うわけですね。で、まあ、スヤンテ軍サイドの、えー、スヤンテ軍というのはあの、次男ですね清、えー。セジョンの次男であるスヤンテ軍、えー、後の清楚ですが、彼は、私はこれ大きいんちゃうかなと思うんですね。 同年に彼は民にあの、要するに炭素が、えー、即位したときに、民からの策を受けるわけですが、その謝恩師として、スヤンテ軍が行ったわけです。でスヤンテ軍が目の前に見た民の現実というのは土木の変。これによる傷跡が生々しい中、スヤンテ軍は王権を強化する必要があると。王権を強化する、そのためには、えー、要するに幼少の、えー、君主ではだめだと。 ということで、王権の強化の必要性を、えー、痛感していたに違いないと。私は、あのこのスヤンテグ軍がシャンをして見に行ったことが非常に大きいんじゃないかと思ってます。単にスヤンテグ軍が悪いやつというのは、まあ、これで進め簡単につくんですけども、それだけで進ましてしまうのもね、と思ってますね。で、もう一つ、えー、スヤンテグ軍にとって非常に大きい存在だったのは、随行院の諸将、えー、官に、新、えー、宿州がおるられたですね。 新宿衆があった、えー。彼は、あのー、その9年前に来日してるんですよ。足利の長門に来日していて、まあ、新宿衆さん、かわいそうな目にあるわけですね。あのー、つか新宿衆が、えー、使えていた弁公文さんが、まあ、ひたな目なわけですわ。あのー、将軍、つか朝鮮王朝の、あのー、認識では日本国王。 日本国王に子供がついていて、であの畑は持ち国という慣例がもう好き放題していると。弁公文はさすがに呆れて、これ日本国王にはもう期待できないなと、えー。表、対馬と朝鮮国王の全権、まあ、委任、全権大使がまあ話し合って、えー、可決役場とのを締結すると、えー、いうことですね。これで日朝間の 通行の枠組みはできたわけですが、新宿州からすりゃ、日本国を何してんだろうと。えー、いうことで、若年の国交罪による混乱を目撃してるわけです。まあ、この新宿州なんかも、あの、えー、スヤンテ軍、清楚に引っ付いたために、まあ、現在の韓国では悪者ですよね。悪者なんですが、あの、韓流ドラマでも、大体、あの、聖女が出てきて、 えー、悪いことをする、えー、ドラマではだいたいこの伸縮集はこの清掃の穴にひっついてあの悪だくみを行うまああの小悪人というイメージで書かれてます。旧ジョン南あの旧政南では、えー、このセアンテ軍が、えー、1953年民から帰ってきた翌年詐欺政の金ジョンソンを殺害しています。金ソンジョン金総帥を、えー、殺害し安平大君 アンンピョンテグンを、えー、処刑していますこれを旧、えー、西南と言いますけども翌、えー、年にはクムソン手軍を流罪、えー、にして炭素、えー、から禅城を受けるこの一連の流れ、えーまあ、これを旧西南というふうに言います国家の難に対して、えーまあ、スヤン手軍立ち上がったというそういう意味ですねところが、まあ、この炭素については あの王から引きずり下ろされたという形で、側近たち、えー、生き残りの側近たちが福井計画をいっぱいと、ね。で、その時脱門の辺民で土木の辺で連れ去られた政党帝が帰ってきて、で、えー、まあ、携帯帝の死後、行為を、えー、奪って、奪い返したと。行為を奪って、皇帝に帰り立いたい帝。えー天順邸 になって、し、えー、という、そういう脱毛の変に危機感を覚えたわけです。要するに、まあ、引きずり下ろされたはずの皇帝が復帰したと、同じようにここが、えー、復活してはまずいと思った聖女は、えー、1057年、えー、炭素を主役、薬殺系に、えー、処死、えー、その遺体は川に捨てるという、えー、ことに、えー、処理をされます、えー。去年16歳。 先ほど言いましたけども、彼が室町幕府の将軍、室町、日本国王の家に生まれるか、えー、日本天皇家の家に生まれたら、まあ11歳で即位とは別に悪くないし、ちゃんと有能な側、えー、近たちがしっかりと盛り立ててくれるだろうと思うんですね。まあそういう意味では、より家に近いかな。18歳で継承して、最後は殺されちゃった。結局、国王に直接大きな権限があると、やっぱりそこに、 あの夢を見るやつがそれを、えー、握ろうとするやつが出てくると、えー、いうこと、それが権威がやっぱり確立しないんですよね、多分んに、まあ。ちなみに鎌倉幕府の将軍は、どういつもこいつも、あのー、幸せな人生を送ったやつは1人を除いていないという。 佐々木8代の久明親王だけは平和にに20年間、えー、何のもんでもなく将軍を務めて20年間で、えー、お疲れ様でした言うて京都に戻ってきてで、えー、京都では前将軍として尊敬を受けて久明親王の時には鎌倉幕府も、えー、深く弔意をあの数日間の喪に服すという鎌倉幕府の、えー、将軍列伝ではあの伊勢の西洋みたいに 粛々と、えー、役目を務めて20年間の役目を終えて、えー、非常に平穏無事に余生を送ったというふうに書かれていて久明親王だけは幸せな人生を送ったけどもあとはまああまり幸せな人生を送っていません,んね比較的もしな宗隆親王だけどもまあ彼も親父に憎まれて大変、ねはい、あの。 時にあの仲の悪かった時宗にかばってもらうという、なかなか悲しいことになってますし、これやつ親のは言、えー、うに及ばず、頼家さんとも頼り頼、ね、ぐ皆さん、あんまりじ幸せじゃないですね。秦祝州について、秦祝州は朝鮮王朝随一の親日,日,日派として知られています。 彼は清祖と同い年であって、弁公部の所長官として1 6 4 3に来日、セアンテ軍の所長官として民にも行っています。旧有制難で大活躍したということで、その結果、1962年には、関温ハムギルド、えー、トティチャルセとして、受信討伐に、えー、参加して、まあそういう武官としても非常に効果を上げると、1162年には、犠牲不良犠牲という、これ実は、あの、えー、行政府のトップ。 日本でいうと、この太政大臣総統であって、あの朝廷のトップですね、朝廷の臣下のトップに、えー、のの上っています。頂点を極めた男ですね、新宿州は。で、1七7 5年に亡くなったんですが、えー、亡くなるときに、尊攘、清僧からあの、時の国王から何か言い残すことはないかと聞かれた、えー、新宿州は、願わくは国家、日本とは失うなかれという言葉を残して死んでいます。 まあ、そういう意味では、まあ、あの特に日本大好きの、えー、方々が、日本大好きの方々からすれば、この新宿衆というのは、もう朝鮮でも随一の親日,日派であって、もっと名前知られてもいいかなと思ってます。こんな人は、えー、朝鮮王朝にいたんだと。まあ、逆に、現在韓国ではどうなる、どう評価するか分かりませんけども。あんまり評価高ないですね、この人は。 もっと評価、あの、韓国にも評価されてもいいかなと思いますけどね。なんか韓流ドラマでも大体なんか小悪人というイメージで出てきます。彼の名を高めたのは、ヘドン諸国旗えー、海東諸国旗ですね。この海東諸国旗は日本国旗、うん、百田先生のちょうど同じ名前で、同じ名前やなと。 で、琉球国家に伝えらってます。で、この日本国旗は天皇大将、国王大女となどからなってますけども、その国王大将はもう、要するに書き繋らんのことが書きかったんだなと。関心が面白いんだよね。国王大将はもうほとんど書き繋らんことは、まあ、新宿州の、えー、関心が書き繋らんったんでしょうね。で、なんでかやったら結局、大内持代が死んでるからですね。これで。だから大内持代が死なんだ,んだければ、そんなにまあ、一応書いたかな。やっぱり、朝鮮王朝にとっても、 家臣に国王が殺されるっついうのはやっぱりショッキングですから。で、もう一つ地図があるんですが、その地図では、壱岐・対馬が巨大であるという点が目を引きます。まあ、和光問題に非常に大きな関心がさがれたことがあります。それから、えー、国政と外交に天皇は関与しないという記述があって、御花園は結局、我々は何となく政治的天皇というイメージがありますけども、 外交には全く関してなかった,かったものの、国政に深く関与したというイメージありますが、結局、これ、幕府の、えー、あれですね、幕府のやってることに、御花園が、室、まあ、町殿代行としてあの関わったんであって、天皇としての活躍では実はないということを、如実に表してるかなと思ってます。 でこの天皇というのはでも皇帝とは言わないですね。天皇大将って言いますね。じゃあこれはどう理解してるんですか国王、えー、国王イコール将軍の上にいる人がいると理解してるんですかそうですね。あのー、正月にはあのー、てんあの国王が天皇に挨拶に行くと書いてますから、儀礼的に上にいるというふうな理解ですね。うん、神武から書いてるんですよ パ世政権理解したんです。神武から始まってますか、ちゃんと。さらにもっと、もっと前から始まってんじゃいかな。あの神話の世界から一応書いてるんじゃうかな。大東諸国記ですが、天皇大将のトップは、天神七代、知人五代と書いてあって、人皇、人皇の始祖は神武天皇なり、なわさの。 自,自身の、えー、マッシュ、彦コの御この第4子とかだね。じゃ<や>あ、日本書期の,の頭の部分がつ,、うん、ついてるんですね、ちゃんと。そうなんですね、ちゃんと。初めて天皇を豪す。在76年。弱い127。<laughs> 水贅天皇、安寧天皇、全部こう、だーッとかっと書いてあるんですよ。すべての天皇が書いてあるんです。すごいですよ、これ。 で国政と外交に天皇は関与しないということは政治的権能はないわけだから、最初宗教的な存在、ローマ教皇みたいなものはもとね。多んそうやと思うんですね。桃 <laughs>、えー、銀天皇、祖皇の総尊なり、名は彦人と、五土帝になってるんやけども、長、あ、生、のーの,ね、の場合は日本と違って、鎮火によるサポート体制が確立してないんですね。 どうも、そういう、あの、一応、進化はおるんやけども、進化はおるけども、なんというか、どうなんでしょうね、これ。このキム・ジョンソーが、キム・ジョンソーさんをぶっ殺しちゃってましたからね、あの、スヤンテ軍が。このキム・ジョンソーさんが多分、貢献役として期待されたこれ、あの、詐欺性ってのは、日本で言うと、大臣です。ナンバー2、朝廷の、両犠牲の下に詐欺性 犠牲と逆に王権は強いんですか朝鮮の方が強そうですね王権は基本的に朝鮮国語は強いです王権が強いからたまたまそこに年齢の低い子なんかがいるとやっぱり厳しいがおじさんお悪いおじさんがいたらねあの皆さんがクモソン手軍やアンピョン手軍やったら多分タンジョンも大丈夫なんですがスヤングンというやつがいると 厳しいものがある。で、日本の場合、スヤンテ軍出てきても多分大丈夫なんですよ。あ、そうですね、おじさんが出てきて取るというのは。おじさんがも、もっとほんまに若い、あの、もっともっと上の方に行ったら、あの、天武天皇というやつがいるますけども、うん、大天王子というとんでもない悪い奴がいますけども、あとは、そう、大天王子を最後に、そんなおじさんを、あの、老いをぶっ殺して、 天皇,あの天皇に上り詰めようというやついないでしょう、確か。そんなないですね。近いのは聖徳天皇か。順人を倒して、私はもう一遍天皇になるのよと言った聖徳天皇。ああ、あの女の人ね、うん。あとそれからあれか、天皇になってからやけども、犬へない親王と、それからあのその息子を殺して。 あを殺した関武天皇その辺りまでですねあとは兄を,兄を追放したあれか兄の上皇を追放したとかまあそのねいくつかあるかお,おじさんがっちゅうのないですねうんそれからまあ,あの天皇が確立してくる過程にはあるけども室町になるともう逆に天皇のシステムが出来上がってしまってて そういう無理はしたらあかんよねという <laughs> で。で逆に、朝鮮の方はそういうシステムが完成しなかったということですね。まあ、出来上がったかもやっぱり102と7台でやっぱり違うんかなという感じですね。うこうですから、まだあの始まって、日本でいうとはまさに奈良時代とか飛鳥時代並みの <laughs> 完成度かなと。